今回はイーグルアイのタスクを攻略していきます。依頼者はピースキーパー。依頼内容は墜落した UAV1 号2号ドローンですね。ここから SAS ディスクを見つける。 SAS ディスクを引き渡すとなっております。ドローンは東側は CCP 添付出口北と西側の6番か西にあります。まずは CCP 添付出口から向かっていきます。コンパスを見て北に進んでいきます。このまままっすぐ北に進んでいってください。念のため東側からスタート時点で出てくる PMC に注意した方がいいかもしれません。はい、で目の前に見えてきたのが朽ちた小屋となっております。朽ちた小屋からさらに北に進んでいきます。はい、見えてきました。はい、ここがドローンになりますので、この側面にある蓋からディスクを取り出します。また、このドローンから北を見るとラジオタワーが見えてきますので、ラジオタワーの方から来た場合は、真南に進んでいけば、このドローンがあるということになっております。次は6番か西になります。右手にあるのが監視小屋で、左手にあるのがスナイパースカブがいる岩ですね。ここから西に進んでいきます。とすぐそこになります。はい、見えてきました。同じようにドローンから SS ディスクを回収します。東側のドローンは CCP 添付出口とラジオタワーを結んだ南北のライン上にありますので、目印として参考にしていただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。